それって勝手に入るのと同じなんじゃ。大丈夫です。つぶら山の人たちは他の場所に練習しに行ってますから、バレなきゃいいんですよ。そうですよね。皆さんもこの学園の学生なんですし。まあ明日のことを考えるとそれもいいかもしれないわね。そうですよね。それじゃこのまま練習を始めちゃいましょう。そうですね、それがいいと思います。よし、やるか。聞こえますね。そんなこと私だって分かってますよ。そうじゃなくて絶対に勝つっていう意気込みが大切だと言いたいんです。しないんですか？
かもしれませんけど、でも私は少し不安です。うがー、失礼な、私だってか弱い乙女なんですからね。まもなく学内音楽コンクールを始めます。学生の皆さんは速やかに体育館に移動してください。昨日は気楽に考えろって言ってたくせに、当日になると何ですか、そのチキンぶりは。あー、もう普通に喋ってください。どうしてでしょうね。なんか大丈夫なんです。先輩のおかげかな。辛気臭いため息とかやめて、もっと前を見ましょう。コンクールまであとほんの数分なんですから。はいはい、それじゃ行きますよ。そろそろ時間ですし、指揮者がいなければ始まらないんですから。大丈夫ですよ先輩、廃部になんてなりません。だから頑張りましょう。ようやく来たか。そろそろ時間だが、準備はいいんだろうな。ほほん、いい面構えだな。その調子で一発かましてこい。
部長だけじゃない。お前らもそうだぞ。学園側と、あのハゲのおっさんを見返してこい。ちょうど、終わったみたいだな。続きまして、元赤城山ブラスバンド部による演奏を行います。曲は、霞満作曲、絆、吹奏楽のために。開票、遅いね。そうね。そろそろ放送があってもいいと思うんだけど。
勝っちゃった。第1回学内コンクールの結果は288票対273票、15票差で赤城山ブラスバンド部の勝利です。すごいよ、私たち勝ったんだよ。おめでとうございます、先輩。まさか本当に勝ってしまうとはね。おめでとう。何ほうけてるんだよ。勝ったんだぞ俺たち。敗部を免れたんだぞ。何をぼーっとしていますの。あなた方の勝ちなのですよ。君たちには感服したよ。まったく叶わないな。認めん！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 負け！私の教えていた部が負けだと。そんなことありえないだろう。私が教えていたんだぞ。それがこんなクズどもに負けるはずがない。これは何かの間違いだ。間違いに違いない。こんなバカなことあるはずが。見苦しいですよ、大河原先生。貴様、私にそんな口を聞いていいと思っているのか。私は大河原甚五郎だ。こんなこと。事実ですよ、つぶら山ブラスバンド部は負けたんです。そんなバカだ。いや待て、それなら貴様らをしごいてやる。そうだ、そうすればいいんだ。残念ですが、それは無理です。なんだと。どういう意味だ。なーに、少々面白いものを見つけまして、それを理事長に報告したところ、大変興味を持たれまして。面白いもの。そこまで大したものではありません。ちょっとした部費の使い方について書かれた本ですよ。まさか。あなたの部費の使い方について理事長がお聞きしたいことがあるらしいですよ。まさかそんなことを。ああ、ここにいたのかね、大河原くん。ね、理事長。それは違います。この女が何を渡したのかは知りませんが、それは全くの嘘で。とりあえず一緒に来てくれるかね。話はそっちで聞くから。そんなバカな話が。とりあえず理事長室に行きましょうか、大河原先生。なんだ、話せ話せ。
これは夢、夢に違いない。うん、こっちのことは気にするな。あとはお前らで話し合って決めろ。まあ、つまりは大河原教諭は至極個人的な部費の使い方をしていた。そしてそれを発見されたということだろうね。さあ、でも話から察するに帳簿でもつけていたんじゃないかな。変に几帳面な人だったみたいだね。とにかくコンクールの結果はあなた方の勝ちですわ。ああ、そうだね。大河原先生のことは残念だが、それと勝負の結果は関係ない。君たちの勝利だ。おめでとう。それでは、敗者は早々にこの場を去りましょう。そうだね。少々寂しいが、負けてしまったのだから仕方がない。待ってください。何ですの？まだ何か用が？それは、先輩。ねえ、このままでいいのかな？解決法なら悩むことはないでしょ？簡単な方法があるんだから。そうですね。このままじゃ後味悪いですしね。悩むことがあるのかい？実のところ、君の心はすでに決まっているんじゃないのかい？世の中、時には回り道も必要ということだね。何です？早くおっしゃいなさい。は？それはどういうことなのです？つまりあなたは。いや、しかし、君たちはそれでいいのか？はい、みんなで一緒に部活をしましょう。なんと心が深いんだ。あ、やはりあなたは僕の天使です。その慈愛に満ちた行動、笑顔、すべてに。ああ、そのはにかんだ笑顔も愛らしい。ありがとうございます。そのお気持ち。感謝いたします。
それではお言葉に甘えさせてもらいます。みんなをよろしくお願いいたします。私まで甘えるわけにはいきませんから。なんだと聞かれましても、だって私は。別に意地を張ってなど。あげないこともありませんわよ。勘違いなさらないでください。私は あなたがどうしてもと言うからですね。それじゃ決まりね。ありがとうございます、先輩。これで話はまとまったね。新しいブラスバンド部の誕生だ。それじゃ歓迎会だ、パーティーだ。いいね。楽しそうですね。ちょっとそんなこと急に。まあまあ、めでたい席なんだからたまにはいいじゃないか。先輩、この漫画読んでもいいですか？問題ないですよね。いえ、そんなことはないんですけど。いや、なんか今までずっと遅い時間になるまで家に帰ってませんでしたから、遅くならないと帰る気になれないんですよね。だってまた商店街をうろうろして問題にするわけにもいきませんし。それに先輩だってあたしといられて嬉しいくせに。あ、もうこうなったらあたし先輩と一緒に暮らそうかな。
何を驚いてるんですか？別にいいじゃないですか。うん、その反応はもしかして逃げるつもりですか、先輩？残念ながらそうはいきませんよ。私、先輩のことが好きですから、私を惚れさせた責任取ってくださいね。責任取ってくれるまで話しませんから。そうですね。よーし、結婚しましょう、先輩。はい、白い教会で結婚式を挙げて、白い家に住んで、あ、海とか見えると素敵な感じですね。もちろん本気ですよ。あ、何ですか？私をこんな風にしておいて責任を取らずに逃げるつもりですか？ひどいです、先輩ってひどいですよ。どうせ私なんて使い古されてポイされるんですね。言いましたね、ちゃんとこの耳で聞きましたよ。それじゃ、とうとでもします。だから呼んでみただけです。